24番なんて中盤じゃん、ど真ん中じゃん。仕方ない、打天使の力がこの数字を引き寄せたのだから。キュー、ふんはんま。くそ、汗くらめ。ま、どうにかなるだろう。なあ、もう。だってさ、せっかく持って行ってあげたのに怒られたし、反抗期？もしやこのポテチも。なぜ俺はここにいるのでしょうか、ホワイ？お昼一緒しようって言ったじゃんか。俺も含まれてるとは。そうだよ。半田くんの今日のお弁当は鮭弁でした。半田くんは蕎麦アレルギーだったので、給食の蕎麦が食べられなかったのです。そっか、アレルギーか。いや、俺は、まあ、なんつうか、はっきり言ってどっちでもいいっつか。じゃあ食べてみる？いいよ、いいよ。はい、あーん。どんな曲になったんだ。完璧じゃない者たちの美しさを表現してみたって感じかな。きらめき方はいろいろ、それぞれが尊いってね。